白川。皆さんこんにちは。和品川ニュースの時間です。ではラインナップをご覧ください。トップニュースは能登半島地震被災地への支援に関する話題をお伝えします。トピックスでは環境表彰式、ウーマンズビジネスグランプリ2024 in 品川、モンゴル高専卒業生就職後フォローアップ研修の話題を、その他ご覧の出来事をお伝えします。ではトップニュースです。能登半島地震被災地への支援に関する話題をお伝えします。2月28日に品川建設防災協議会の渡辺会長から、また3月1日に品川区青少年委員会の小林会長から区長に能登半島地震による被災地を支援するための義援金が手渡されました。森沢区長はお預かりした義援金は責任を持って被災地へお届けしますと感謝の言葉を伝えました。また3月4日に石川県金沢市へ保健師5人と事務職員1人が、6日には石川県羽咋郡志賀町に事務職員1人が派遣されました。お名前とご紹介。森沢区長は発災から2ヶ月経っていますが、未だに自宅に帰ることができていない方々のため力を尽くしてくださいと職員を激励しました。次はトピックスです。環境表彰式の話題など3つ続けてお伝えします。2月17日エコル戸越で令和5年度環境表彰式が行われました。この表彰式は環境に関する取り組みを行っている企業、団体、個人に感謝の意を表するとともに、区民が環境問題を考えるきっかけにすることが目的です。環境保全活動憲章は環境保全に関する優れた活動を行っている個人、団体を憲章するもので6件を表彰。企業対象には工事現場におけるカーボンオフセットを実施する太陽建設株式会社東京支社が、地域対象には廃棄される予定のアクリルパーテーションのアップサイクルを行う学生有志団体エコニスタが選ばれました。緑の憲章は品川区緑の条例の緑化計画書に基づき、優れた緑化を行った方々を顕彰し、緑化賞に選ばれた2事業を表彰。また、資源リサイクル活動貢献団体として10団体に感謝状を贈呈しました。2月18日、品川産業支援交流施設 SIP でウーマンズビジネスグランプリ2024 in 品川が開催されました。もっともっと社会で輝いていくことが大切です。このコンテストは女性の起業の可能性について広く周知し、優れたビジネスプランを持つ女性起業家を発掘するとともに、適切な支援を行い多くの女性起業家を世に送り出すことが目的です。ウェディング企画を行った際には、今回は全国から応募があった84件の中から選ばれたファイナリスト8人が登壇。森沢区長を含めた5人の審査員や観覧者の前でプレゼンテーションを行いました。グランプリに輝いたのはパーソナル助産師によるデータに基づいた伴走型サービスママウェル、妊婦の働き方サポートで企業の生産性向上に貢献を発表した関真理香さんです。
この度はグランプリという本当に素晴らしい賞をいただけると思っていなかったので、本当にもう感無量の気持ちでいっぱいで、今回ですね、このグランプリを取ったからこそ、もう品川区様とはママアリの事業は親和性が高いと感じておりますので、これをきっかけに品川様と品川区と良い関係を作って、品川区の女性活躍っていうところのこうサポートをしていけたらと思っておりますので、引き続きお力添えいただきたいと思っております。2月16日中小企業センターでモンゴル高専卒業生の就職後フォローアップ研修が行われました。たくさん食べているから。品川区は技術者不足に悩む区内ものづくり企業の人材確保や技術者育成、事業の継続を支援するため、モンゴル高専と連携した人材交流事業を平成29年からスタート。この研修は区内の企業で働いているモンゴル高専卒業生が課題に感じていることや苦労している点を仲間同士で共有し、仕事に対するモチベーションをさらに高めるなど、今後のキャリアアップを支援することが目的。モンゴル高専1期から5期の卒業生18人が参加しました。この日はキャリアマネジメント研究所の千葉代表理事が講義し、ビジネスマナーやコミュニケーションの取り方などについて意見を交換するグループワークを実施。グループの代表が話し合った内容を発表し、参加者全員で共有しました。来たばかり後輩たちもいるから、1期生とか2期生とか先輩たちからその生活のこととか仕事以外のことでその相談して、みんなにスキルアップになると思います。続いては消費生活教室。楽で楽しい自宅と実家の片付け術の話題など4つ続けてお伝えします。2月15日五反田文化センターで消費生活教室楽で楽しい自宅と実家の片付け術が開催されました。消費者センターでは、消費者が被害に遭わないための知恵や生活に役立つ情報を提供するために、1年を通してさまざまなテーマの講座を開催しています。今回は五反田図書館との共催で、一般社団法人実家片付け整理協会の渡辺代表理事を講師に迎え、自宅や実家の片付け方をテーマに実施。渡辺さんは、片付けの基準がきれいにする目的ではなく、安全安心の観点から人生に合わせて片付けを行っていくことが一番大切であることを具体的な例を挙げながら解説しました。家族の分はやろうって思っていてもなかなか動けなかったりするので、まずは手をつけられるところからと、最後先生がおっしゃってた一部屋でもきれいに、そこからちょっと整えられたらなって思います、はい、2月15日 JR 大井町駅前で特殊詐欺被害防止に向けた啓発活動が行われました。この啓発活動は、近年巧妙化する詐欺の手口を周知し、詐欺被害を防止することを目的に、年金受給日に合わせて大井警察署が主催しました。この日は大井警察署員と防犯ボランティア、警視庁マスコットキャラクターピーポ君のほか、品川区認知症啓発キャラクターのくるみちゃんも初めて啓発活動に参加。親しみやすいキャラクターで可愛かった。復讐詐欺がなくなればいいなとは可愛いキャラクターでチラシやティッシュ、ボールペンなどを配布しながら特殊詐欺の被害防止を呼びかけていました。
制限しています。キュリアンで令和5年度福祉啓発講座ヤングケアラーのためにできることが開催されました。思ってる以上に子どもが見てる世界って小さいです。この講演会は社会課題の一つであるヤングケアラーについて正しい現状や知識を学び理解を深めることを目的に社会福祉法人品川総合福祉センターが主催しました。講師はフリーアナウンサーの町亜生さんと彩の国子ども若者支援ネットワークの土屋さん。講義の前半は町さんがすべてのケアラーに光を18歳からの10年介護と題してヤングケアラーであった自身の介護経験を紹介。言葉で発する難しさや弱音本音が吐き出せる人の存在の大事さについて話しました。後半は生活困窮世帯に学習支援事業を行う土屋さんが13年間の活動を通して実感したことを話し、子どもの考えを尊重し必要な時には親身になり寄り添うことの大切さを伝えました。これが決定的です。行政だけでは難しいことがたくさんあるので、本当に地域が一緒になって関わりをもっと自然の中で持っていけるようにするには、やっぱりこういうことをたくさんの人がやっぱり知っていくことから始まるかなというふうに思います。2月16日、区役所で令和5年度品川区青少年健全育成者感謝状贈呈式が行われました。この式典は地域において少年少女へのスポーツの指導を通じて長年にわたり青少年の健全育成に貢献した育成者の方々に対し品川区から感謝状を贈呈するものです。今年度の受賞者は指導歴10年以上を対象とした普通感謝17人と、普通感謝受賞後さらに15年以上指導に携わった特別感謝8人です。スポーツの力でつなぐみんなの笑顔を輝く街品川の実現ができるよう、区としてもさまざま継続して取り組んでいきたいというふうに思っております。最後に受賞者を代表して特別感謝を受けた品川区少年サッカー連盟の鳥矢部さんが謝辞を述べ、式典は終了しました。謝辞を述べさせていただきます。私がこれまで続けてこられたのも家族はもちろん他の育成者の方々地域の皆様の支えがあったからこそだと感じております。今日の会議表を忘れることなく、これからも青少年の健全育成により一層努めていきたいと思います。次は品川の風景です。今回は鮫洲入江広場の河津桜をお楽しみください。鮫洲入江広場や品川花街道では季節を通じていろいろな花を楽しめます。皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。続いて双葉図書館防災講座など4つ続けてお伝えします。2月17日荏原第五地域センターで防災講座関東大震災から100年、災害に備えて知識を身につけましょうが行われました。この講座は過去の災害から教訓を学び未来の防災へつなげるため、関東大震災について振り返るとともに今後起こる可能性がある首都直下地震に備えて地震発生の被害やその影響、対応方法について理解することを目的に双葉図書館が主催しました。講師に
品川防災学校の橋本さんを迎え、地震がもたらす被害や影響、品川区の危険度や想定被害、被害を最小限に抑えるための心得と日頃の備えや準備についての説明を行いました。立っていられないどころか人が投げた、やっぱり事前に準備しとかないとどうにもならないことがあるので、ちょっともうちょっと真面目にやろうかなと思いました。2月18日環境学習交流施設エコル戸越で恐竜くんトークショー、恐竜の不思議な世界が行われました。このイベントは恐竜の素朴な疑問から最新の研究紹介のほか、生物多様性や環境問題について考えることを目的として開催。講師はサイエンスコミュニケーターの恐竜くんこと田中雅史さん。まずは恐竜くん自らが描いた迫力のイラストと楽しいクイズで解説を行いました。空を見上げたらこんな生き物がその頃はいました。これも知ってるでしょうか。はい、ありがとう、元気な声だね。そう、テラノドンです。子どもたちは難しい恐竜の名前も次々と言い当てるなど、目を輝かせながらクイズに挑戦していました。トークショーの最後には、生態系が壊れると最強の恐竜でも簡単に滅びてしまいます。環境を守るために小さなことから一人一人が行動を変えていくことが大切ですと子どもたちに呼びかけました。当たり前に聞こえるかもしれないけど、ガソリンとかエンジンとか何。イベント後には恐竜くんのサイン会や記念撮影が行われ、子どもたちは恐竜くんとの交流を楽しんでいました。恐竜がいつ生まれたのか、そういうの忘れてよかったです。クイズが楽しかったです。博士になってみたいです。2月18日、大崎第二地区委員会主催の親子で冬を遊ぼう、冬の親子バスハイクが開催されました。このイベントはスキーやスノーボードといった冬ならではのアクティビティを地域の皆さんと一緒に楽しむことが目的です。今回はおよそ120人が参加し、長野県にある富士見パノラマリゾートを訪れました。早速スキースノーボードに挑戦。子どもたちは少しフラフラしながらもインストラクターの方に教えてもらいながら必死に練習をしていました。普段は味わえない体験に皆さん楽しそうな表情を浮かべていました。時間が経つにつれ、子どもたちもみるみるうちに上達し、楽しそうにゲレンデを滑り降りていました。2月18日、令和5年度第3回イキイキウォーキングが開催されました。イキイキウォーキングとは、品川区内とその周辺地域に設定した6キロから8キロメートル程度のコースを参加者自身のペースで歩くイベント。今回のテーマは水辺のある公園を巡って歩こうです。コースは戸越小学校から戸越公園、文庫の森、臨時の森公園、清水池公園、江原南公園を回り、ゴールの旗の台小学校を目指すおよそ8キロメートルの行程。この日は317人が参加し、おしゃべりを楽しんだり、景色を見たり、写真を撮ったりしながら、それぞれ自分のペースでウォーキングを楽しみました。今日はもう寒いと思って少し厚着をしてきましたから脱ぎました。はい、大変いいウォーキングになりました。満足です。ちょうど風もなくて、ウォーキング日和で途中の河津桜も見れてすごく良かったです。皆さん景色を見ながら楽しそうに参加していましたね。
今回のニュースは以上です。この後も品川ホットホットお楽しみください。